よし。うん。ねえ。お。ありがとう。よし。おはよう。大事に使いなさいよ。Thank you.
留守なのかな。しょうがない、また来ようっと。はーい、そこに並んでね。順番にブラシをかけてあげるよ。これが終わったらご飯にしようね。のびのび太、しばらくの間隣の牧場にいるからよろしくね。のび太くんね。私はメリー。うわ、牛だ。それに羊も。この子はアルパカさんだよ。へえ、アルパカっていうのか。ここには動物がたくさんいるんだ。この子たちは私がお世話している動物。私はね、動物屋さんなの。小さいのにお店屋さんをしている。うん、お姉ちゃんと二人で暮らしているんだけど。お姉ちゃんすごいな。そんなことないよ。動物さんたちはみんな優しくて賢い。のび太くんもお世話できると思うよ。本当？うん。お隣ってことはライト様の牧場に泊まっているんでしょ。よければ育ててみてくれると嬉しい。うん、わかった。ところでお姉さんは留守なの？今は隣町に商品を仕入れに行っている。もうすぐ帰ってくると思うんだけど。メリー。あ、お姉ちゃんだ。おかえり。ただいま。いい子にしていた？何もトラブルは起きなかった？大丈夫だよ、お姉。そう、ならよかったわ。ところでその子はどなた？あのね、この人はのび太くんっていうの。ライト様の牧場に泊まっているんだって。あら、あなたが噂ののび太くんなのね。お姉ちゃん、のび太くんを知って。ええ、話は聞いているわ。ライト様の牧場によその星から来た子たちがいるって。私はサリンよ。ここで雑貨屋を開いているの。季節ごとに違う作物の種を売っているわ。牧場に必要なものをいろいろ売っているの。欲しいものがあったらまずはうちのお店に来てみるといい。でも牧場で使うクワみたいな道具はうちでは売っていないから。はーい、メリーちゃんのお店では動物を売っているんだっけ？動物さんの餌とか乳搾り機、毛刈りバサミみたいな道具も。動物さんを飼いたくなったらいつでも相談してね。わかった。それじゃあ話も済んだところで、私は商品の整理があるからこれで失礼するわね。私も動物さんのお世話をしなきゃ。またね。うん、また。のび太くん。どうしたのサリーさん。せっかくこの町に来てくれて、わざわざ挨拶に来てくれたんだもの。私から一つプレゼント。プレゼント？何何？虫網よ。虫取りをして用意しておくから後で取りに来てくれるかしら。わーい、ありがとうさん。いいのよ、この町での暮らしを楽しんでね。
あら、いらっしゃい。また来てね。あら、いらっしゃい。また来てね。あら、いらっしゃい。また来てね。ダイニングへいらっしゃい。ここはガレットさんの料理屋。今席に案内するわね。あ、いや、今日は僕のび太。昨日から。あなたがのび太くん？スネオくんからいろいろ聞いているわ。私はポピー、ローバーダイニングで働いているの。よろしく。そっか。でしょう。うん。それと2階にはお客さんが泊まる部屋があって、宿のび太くんたちは牧場に泊まっているんでしょ。そうね。ところでさっきから。俺だ。お前がの。うわ、怖そうに。ガレットさんは厨房で料理を作っているの。他にも日替わりでレシピを売っているし、あと料理で使う。わかった。町の連中はわからないことがあっても必ず助けてくれ。え、心配してくれてるのかな。わかったよ。ありがとう、ガレットさん。いらっしゃい。ごめんね。こんにちは。はい、ちょっと待ってね。おや、君は初心だね。ああ、もしかしてしずかちゃんのお友達かな。そうだよ。のび太っていうお兄さんはしずかちゃんを知っている。うん、しずかちゃんはここでお手てことは。ロイド君。ああ、そうだ、せっかくだからついてきて。お薬を変えて経過を見ましょう。ありがとうございます。失礼します。はい、どうぞ。今この子が来てね、しずかちゃんのお友達ののび太くんだよ。僕のび太。ルルよ、よろしく。ステリーよ。僕はロイド、この病院で看護師をしているんだ。ステリーさんはお医者さん、ルルさんは患者さんで。入院？病気のことを聞くのは大丈夫ですよ、ステリーさん。のび太さんの言う通り、私はずっと体の具合が。釣り屋にはもう行ったかしら。あそこが私の家。へえ。5歳の息子がいるの。一緒。うん。元気に遊ぶのはいい。無理を過ぎて倒れたりしたら
うん、気をつけるよ。そうならないためにステリーさんのドリンクを。ステリーさんは優秀なお医者様でね。別に優秀という。そんなことないよ。ステリーさんは勉強熱心で優秀。ええ、そう思います。のび太くんは牧場に泊まっているんだっけ？それなら今後動物を飼う。ステリーさんは動物の病気を治す薬も作る。飼っている動物が病気になっちゃったら。動物まで治せるなんて。困ったことがあったらいつでもおいで。はい。困ったことがなくても。うん、まず忙しい忙しい。ごめんください。おっと、スニアへいらっしゃい。お兄ちゃん、見かけない顔だが名前は何て言うんだ？僕、のび太。今ライトの牧場に泊まっているんだ。それでいろいろなところを見て回って。ここはどういうお店なの？よくぞ聞いてくれた。ここは釣り屋スイースイ。そして俺は天使の。釣り屋さんか。釣り屋さんって巻餌だな。マクト、珍しい釣りをするときはぜひ買っ。うん、分かった。それにしてなんだ俺の顔。うんうん、大したことじゃない。そりゃ俺は魚が大好きで泳ぎが大得意。そんな。へえ、アイス付属ってすごいんだね。僕泳ぎは苦手で。しかし、しまったな。せっかく。オリ、俺の一人息子だ。神さんのルルは今入院中で。ただいま。あれ、ナイスタイミングだ。オリ、今のび太がうちに来ていたんだ。ライト様の牧場に泊まって。ほら、挨拶だ。のび太さん。そう、のび太。のび太さん、僕はオリだよ。よろしくね。仲良くしてやってくれ。親バカかもしれないが。もちろんだよ。よろしくね、オリ。そうだ、忘れるところ。巻き餌の話をしておいて肝心の釣り竿を渡していなかったな。え、もしかして釣り竿をくれ。ああ、そいつでたくさん魚を釣って、のび太が釣りを好きになってく。用意しておくから後で取りに来てくれ。わーい。やそれでな。お願い。おう。どうだ。うん。なっ。そうだ。頑張れよ。はい。それでな。
いしょ。僕はのびライトの牧場に泊まっていて、今町を見て。そうかそうか。俺はゴゴン。使っている道具を今日金と材料さえあれば。へえ、鍛冶屋さんなんだ。俺はドガン族だ。ドガン族？そうだ、岩や鉱石。へえ、ドガン族は俺だけじゃないぞ。ガガン、降りてこい。うるせえな。新顔が挨拶に来たんだ。こいつはのび太だ。俺はガガンだ。よろしくな。よろしくね。ガガンさんも鍛冶屋さんなの？いや。こいつはいつもブラブラして無職だ。仕事してる？悪いか。全然。すごく羨ましいよ。いいな。毎日自由に過ごせるんでしょ？そう言われるとは思っていない。お前おもし。俺はだいたい外をうろうろしているから。うん、今度好きにしていて。ノビタ、はい、おい待て。ゴゴンさん、どうして。うちで道具を強化できると言ったが。ツルハシ？確か家にガガンが小さな頃だが、よければ譲る。うわ、ああ準備するよ。はい、ありが。よく来た。さてと。ねえ。ああ、あのな。へえ。それでよ。それでよ。参ったな。そうか。ああ頑張れよ。うん。
どうかしら。見かけない顔だね。さては、あんたがたけしの友達だね。うん、のび、のび太だよ。はい、よろしく。あたしはベル。あともう一人。おい、オリバー、たけしの友達が来たんだ。
失礼、設計に集中していたオリバーだ。よろしくね。ところで、じゃ、そう、ここは大工屋、僕たちは二人で大工屋を営む。ベルが設計図の通り、あんたの設計だから、あたし余計なお世話。なんだって？おっと、まあとにかく建物、お金と材料さえ持ってきてくれれば。木材なども売っている。いらっしゃい。また来るといい。いらっしゃい。そういえば、お客さんがいろいろ話してくる。入り魔族知らないかい？コライトちゃんたちは入り魔族。へえ、おばあさんとライトは。おっと、自己紹介、私はポムって言うんだよ。困った時はいつでも。大したことはできない。ありがとう。年寄りの一人。そうだ、時間があるなら、うちの果樹園のお菓子？とっても美味しかった。美味しく食べて、このお菓子。そうさ、のび太ちゃんは僕だったら。お果樹を？季節によって苗木をうちで買って。ま、気が、果樹やポン、うん、よろしく。またおいで。
ただきます。Thank you.